よろしくお願いします。それでは、文献紹介を始めたいと思います。今日紹介する論文は Enriching Word Vectors with Subword Information ということで、こちらの表題のタイトルの論文について紹介させていただきます。で、今日紹介する論文の概要が、こちらになってます。TACL2017 の論文です。はい。で、概要です。通常のワードエンベディングと、違う手法を、取るということで、この論文中では、単語を文字 N グラムの集合というふうに考えることで、ワードエンベディングの質を、向上させるというようなアプローチを試しています。で、こうすることによって未知語であったり低頻度語っていうものをその文字の構成から、推測することによって、より有効というか合憲なモデルを作成することを、期待して作成しています。で、その結果として複数言語でさまざまなテストにおいてステートオブジアートな、精度を記録しています。こちらの実装、ファストテキストという単語で検索していただけると、上位の方に実装が出てくると思うので自由に使えると思います。はい。で、導入です。今まで単語埋め込みの研究っていうのはさまざまな方法で、手法が考えられて、実際に試されてきましたと。で、しかしながら単語間でのパラメーターの共有っていうものは、全くもって存在しませんでした。単語間のパラメーターの共有っていうのは例えば日本語であれば、活用形を全く考慮しなかったりとか、似たような形態素、それこそそのドライブとドライバーみたいな形でちょっと語尾が違うけど単語としては全く別々として扱われているから、そういう単語の情報の共有っていうのは全く行われてきませんでした。はい。書いてありますね。単語の構造も同様で、形態的に豊かな言語においてはこれらの情報は非常に有用であると考えられます。で、例としてそのちょっとターキッシュとかフィニッシュとか書いてあるんですけど、例えばこの単語、トルコ語であなたはヨーロッパ人化させることができないかもしれない人々のうちの一人のようですねという、長ったらしい単語なんですけど、これも1単語ということで、これ1単語をそのままワード2ベックで学習させようとすると当然単語の出現頻度っていうのはほぼゼロに等しいです。でつまりこういうのを全くそういう単語の中の構造っていうのを情報として共有しないで学習させようとすると精度のいい単語ベクトルを得ることっていうのは難しくなってしまいます。で、こういう単語っていうのは基本的にルールに基づき構成されているものが多くて、もしかしたらこれは文字レベルの学習を行うことによってより精度の良いベクトルが学習可能なのではないかというのが、この論文での提案になっています。で、そこで筆者らは、スキップグラムで文字 N グラムを考慮するモデルを提案しています。で、その理論になっていきます。基本的にそのスキップグラムっていうものを拡張して、実装されている手法なので、スキップグラムの概要について若干説明します。で、スキップグラムっていうのは入力単語1単語から周辺単語を予測するモデルです。例えば、こちらの図で言えばアップ、この上 I eat apples to my fill stomach っていう、文章があったときに、その予測っていうか入力単語がアップルであるならば、そのアップルから、I eat とあとこっちの2単語と、この場合では窓幅2なので、こっちの2単語と to fill のその to fill っていうのを予測させるようなモデルっていうのを作成していますと。で、目的関数が、このようにあったときに、ネガティブサンプリングっていう手法を使うことで計算量を大幅に削減しながら、精度のよくベクトルを予測させるっていうようなモデルが、スキップグラムっていうふうになっています。はい。で、筆者らはそこにサブワード、その部分語っていうことですけどっていうのを考慮してモデルを作るような手法を提案しています。で、この手法はその元々のスキップグラムに対して、ちょっとだけ変化を加えるだけで、非常にシンプルなモデルなんですけど、入力単語をキャラクター N グラムの足し合わせにしてあげるっていうだけのモデルになっています。で、例えばさっきの文章
まあ、I と Apple の文章であれば、で、Apple が入力単語であれば、Apple をここに入力してあげるのではなくて、最初、単語の最初と最後に、シンボルをつけてあげて、まあ、この場合ではキャラクター3グラムなんですけど、シンボル AP、APP、PPL みたいな形のキャラクター3グラムを取ってあげて、それらのベクトルの足し合わせを、Apple という単語の入力にしてあげますと。で、そこから、予測させるのはもう全く普通の単語ですね。つまりこの Apple の文字 N グラムの足し合わせのベクトルから I eat to fill が予測できるようなモデルっていうのを構築してあげるような形になります。もう理論は単純にそれだけです。はい、次に実験結果について説明していきます。まあ、実装なんですけど、まあ、筆者らは、まあ、その実装の学習に対して、まあ、300次元、ネガティブサンプリング後、まあ、キャラクター N グラムっていうのは3グラムから6グラムまで、まあ、全てのベクトルを足し合わせてあげるような、ここであればここでは3グラムだけですけど、ここに4グラムとか5グラムとかっていうのが足されるようなモデルですねっていうのを、まあ、使用して実験をしていますと。で、実験なんですけど、5つの実験を行ってます。ヒューマンシミュラリティジャッジメント、ワードアナロジータスク、まあ、ちょっとこう他にもいろいろあるんですけど、順番に説明していきます。まあ、結果です。これがヒューマンシミュラリティ、ジャッジメントの結果になっています。つまり単語間の類似度を、順位相関係数で評価してあげたっていうようなものになっています。で、評価なんですけど、まあ、言語が、まあ、いくつかあって、で、その言語の横にあるのが、データセットですね。で、SG がスキップグラム、CBO が、コンティニューアスバックオブワーズで、このシスグっていうのと2つが、筆者らが提案したモデルの実験結果になっています。で、マイナスっていうのは、アウトオブボキャブラリーを考慮しない、このモデルではアウトオブボキャブラリーのモデルものに関してもその文字 N グラムから単語のベクトルを推察できるので、アウトオブボキャブラリーな単語についても計算ができるんですね。で、その計算を考慮するか考慮しないかっていうのが、マイナスプラス、まあ、プラスはついてないですけど、マイナスと普通のものの違いになっています。で、結果を見ると、アラビック、ジャーマン、そして、ルシアンで、精度が顕著に向上していることが分かります。で、この理由について筆者らは、まあ、ドイツ語とロシア語には活用があると。で、活用があるものに対しては当然そういう単語間の、まあ、構造の共有を行うことによってより精度の良いベクトルが学習できたのではないかというふうに考えています。また、まあ、ドイツ語では、まあ、ちょっと僕も読めないんですけど、まあ、卓球と前者が卓球で後者が、まあ、低級っていう意味を持っているんですけど、まあ、この卓球と低級どちらも似たような意味を持っています。どちらも単語としては似ていますね。で、まあ、英語ではテーブルテニスで、後者は普通のテニスなわけですから、当然共有した方がより情報的に合憲なモデルを作れる。で、実際にまあ作れていて、まあ、精度が向上したんじゃないかっていうふうに考えています。で、まあ、英語に関しても、実験を行っていますと。で、英語については、まあ、通常のデータセットではあまり効果が見られていない。実際そのスキップグラムが72で、CBO が73に対して、筆者らが提案したモデルっていうのは71であまり上がっていないんですけど、上の方のデータセット、こちら、レアワードデータセットになっているんですけど、まあ、頻度が非常に少ないデータセットですねにおいて、精度を検証したところ、まあ43から 47% に、まあ、精度が、パーセントじゃないですね、すみません、47に精度が上がっていると。まあ、つまり、この結果は、キャラクター N グラムというものが、道語や低頻度語に対しても有効であるということを、まあ、示していることが分かります。で、アナロジーの結果に移っていきます。まあ、アナロジーの結果も、まあ、基本的には同様の傾向が見られます。キャラクター N グラムを用いることで、構造的な部分での精度が非常に向上しています。で、筆者らはまた N グラムの設定をより適切に選ぶことでより高い精度を期待できるのではないかというふうに述べています。
で、まあ低頻度語や未知語に対して、まあ、合憲かどうかっていうのを、まあ、ちゃんと測定するために、そのトレーニングデータサイズの影響っていうものを同様に調べていますと。で、まあ、左側がドイツですね。で、右側が、英語のレアワードのデータセットを用いて学習させて精度を、あれですね、ヒューマンシミュラリティの、順位相関係数で測定したものなんですけど、まあ、この結果を見ると、まあ、未知語等を考慮しなければ、まあ、C5 よりも若干精度がいい程度なんですけど、未知語を考慮する、フィッシャーが提案したモデルでは、まあ、非常に高い精度を、ベースラインよりも高い精度を記録していることが分かります。特に、非常にデータが少ない部分、この 10% とかの部分でいくと、もう他の、トレーニングデータが、まあ、C5 とかよりも、まあ、非常に高い精度を記録しているっていうことが、まあ、見て取れると思います。で、まあ、少ないデータのみを使っても、もう C5 をどんなに増やしていっても、まあ、それよりも高い精度を記録しているっていうことで、まあ、このモデルは非常に未知語や低頻度語に対して、まあ、合憲であるということが分かります。はい。で、こちらが、N グラムのサイズの、まあ、調査結果になっているんですけど、まあ、ざっと見てほしいのは、N グラムの N を大きくした方が、より精度の向上に、寄与しているっていう部分と、長い単語の多いドイツ語の方が、より顕著にモデルの精度が上がっているということですね。例えばそのこちらの A の図を見てもらえば分かるんですけど、2g を、考慮したモデルよりも、6g まで考慮したモデルの方が、まあ、精度が高いというふうなことが分かります。まあ、一方イングリッシュはそこまで精度に変化がない、まあ、レアワードの時は当然 n g の、大きさの影響というのはまあ若干あるんですけど、まあ、通常のモデルで考えてあげるとまあ、そこまで変化がないっていうことが分かります。はい。まとめです。単語 N グラム、すいません。単語を文字 N グラムの集合というふうに考えることで、ワードエンベディングの質が向上できました。で、まあ、このモデルは、未知語や低頻度語、また、形態的に、リッチな言語で非常に有効であるということが分かります。で、テストをした結果、まあ、様々なタスクにおいて、ステートオブジアードな精度を記録することが分かりました。はい、以上で発表を終わります。ありがとうございました。